皆さんこんにちは、団長です。本日はオメガスピードマスターデイト321150日本限定モデルの実機レビューをお送りしていきます。スピードマスターの登場は1957年、 NASA と共に月に行ったストーリーがあまりにも有名ですが、もともとはカーレース用の腕時計、登場から現在まで実に様々なバリエーションが展開されています。今回ご紹介するモデルは2008年頃に発売された旧作、日本限定で2000本のみ発売されました。高精度で丈夫な自動巻きムーブメント搭載機、オーソドックスで使いやすいデザインにもぜひ注目してご覧ください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速機能面から見ていきます。基本機能はセンターに自分針、3時位置に日付表示、秒針は9時位置のインダイヤルに配置されます。搭載される機械は自動巻きキャリバー1164、縦3つ目のインダイヤルが特徴的な枝製クロノグラフ7750をベースにクロノメーター認証を取得した高精度ムーブメント、振動数は毎時28800、パワーリザーブは42時間、リューズでの操作は長針の調整と日付のクイックチェンジが可能です。クロノグラフのスイッチ類はロックがついておらず、必要なタイミングで即使用することができます。クロノグラフはセンターに秒計測、12時と6時位置のインダイヤルに2つの積算系を有する3カウンター、反射を抑えたマットな質感の黒文字盤に金の針という組み合わせで視認性も抜群。続いて外装デザインです。ケース素材はステンレスチール、サイズは 40mm 径 13mm 厚、ミドルケース、ベゼル、裏蓋とそれぞれに厚みがある構造です。裏蓋はソリッドバッグで、シーマスターからの系譜である証、シーホースと 100m 防水の印字があります。ケースエッジ部分は大胆に面取りが施され、そのままラグ正面へと流れるデザインに、金属表面の加工も歪みが少なく美しい仕上がり。ブレスレットは3連コマのステンレスシール製、ヘアライン仕上げの間にポリッシュ加工の切り返しをつけたデザイン、程よい輝きでツール感の中に華やかさをも持たせています。バックルは片開きタイプのフォールディングバックル、操作感は軽快かつしっかり。スピードマスターデイトは現在レーシングというモデルへと継承されていますが、そちらは横2つ目のクロノグラフです。エタベース、縦3つ目のデザインは旧作でのみしか手に入らない、故にコレクターによる指名買いも多いモデルです。そして恒例のリストショット、手首周り 16.5cm、 幅 5.4cm の場合、 40mm 径というサイズ、自動巻きクロノグラフの中では小ぶりな作りです。厚みはまあまあありますが、日常的に使いやすい範囲内に収まっているかと思います。オメガの時計、特にスピードマスターはビジネスの場での印象もいいですから、細かいことに気を使わずデイリーでつけられるのがいいですね。タフな設計なのでオンオフ問わずに使えるのもいい。遠目に見ても視認性がいいことがわかります。金の針とインデックス、ラグジュアリーな雰囲気もありますね。上質で優れた高級実用機といった感じでしょうか。以上、本日はオメガスピードマスターデイト321150日本限定モデルのご紹介でした。限定モデルではありますが、2000本と多めに販売されたモデルです。なので現在も中古市場には複数の個体があり、30万以下での入手が可能です。気になった方ぜひお店で実機を確認してみてください。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。